はい、今回は大阪府最南端の町三崎町にスポットを当てたいと思います。ここが三崎町の代表駅となっている南海三崎公園駅。数年前までこの地に南海が運営していた遊園地三崎公園があったことは記憶に新しいでしょう。しかし今回取り上げるのは三崎公園ではありません。三崎公園が開園するよりもはるか昔、三崎町内の別の場所に南海が開設した遊園地があったことをご存知でしょうか。それが三崎公園駅から一駅隣の丹野輪という駅。今では普通列車しか止まらない地味なローカル駅に過ぎませんが、実はこの駅は観光需要のために設けられた駅であり、遊園地の玄関口としてにぎわった歴史がありました。現在もその名残が見られるので、どうなっているのかご紹介したいと思います。ということで、三崎公園駅から一駅移動して丹野輪駅に到着しました。この駅に停車する列車は普通列車と、泉佐野駅以南は各駅停車となる区間急行のみ、つまり実質各駅停車のみの停車駅で、停車本数は基本的に毎時4本となっています。丹野輪駅の1日の乗降人数は1689人で、南海本線の駅の中では京師駅、萩の茶屋駅、今宮恵比寿駅に次いで4番目の少なさ。このうち今宮恵比寿駅と萩の茶屋駅は南海本線に所属する駅でありながら、高野線の列車しか止まらない変な駅なので、南海本線の列車が止まる駅としては2番目に利用者が少ない駅ということになります。そんな閑散としたローカル駅ですが、改札口に近づいてみると何やら広い空間が現れました。ホームと改札口の間に多角形のコンコース的な空間が設けられているようです。高い天井など、ただの小駅にしてはやたら豪華な作りだと思いませんか。実はこの駅、明治から昭和初期には大勢の観光客が訪れる賑やかな駅だったそうです。ということで、ここでこの駅の歴史をざっくり解説しましょう。まず1898年、明治31年に南海鉄道、現在の南海本線が尾崎駅から和歌山北口駅まで延伸されますが、当時はまだこの場所に駅はありませんでした。また隣の三崎公園駅もまだ存在しません。開通当時は尾崎駅を出ると箱作駅、府警駅、和歌山北口駅となっていました。聞き慣れない駅がありますが、和歌山北口駅は現在の紀の川駅の前身にあたる駅で、府警駅はとっくの昔に廃止されています。ですが当時は府警駅が三崎町域で唯一の駅であり、丹野輪周辺の住民も徒歩で府警まで行っていたそうです。転機が訪れるのはそれから5年後、1903年、明治36年に大阪朝日新聞の有名ジャーナリストであった西村天秀氏がこの地を訪れ、称賛する記事を掲載したことをきっかけに、丹野輪は景勝地として一躍有名になったのです。大阪中から丹野輪に観光客が訪れるようになると、南海鉄道もそれに目をつけ、観光開発に乗り出し、1906年、明治39年に臨時停車場として丹野輪駅を開業、4年後に常時停車場となりました。そして1911年、明治44年には南海鉄道によって丹野輪遊園という遊園地が開園。その周囲には旅館がオープンするなど、大阪府南部で屈指のリゾート地としてにぎわったそうです。さらに大正期に入ると、雪洋商船という海運会社によって丹野輪と淡路島の洲本を結ぶ航路が開設され、丹野輪は大阪から淡路島への玄関口にもなっていました。大正後期には難波和歌山市間を1時間30分で結び、喫茶室を設けた急行列車が運転開始されますが、それら急行列車には浪速号、和歌号、住吉号、浜寺号、大浜号、そして丹野輪号の愛称が付けられました。丹野輪は急行列車の愛称になるほど南海沿線を代表する観光地であったことがうかがえます。ちなみに同じく急行列車の愛称になっていた住吉や浜寺も、現在は普通列車しか止まらない駅に衰退しているのが興味深いですね。丹野輪駅の構造は相対式ホーム2面2線となっていますが、和歌山市方面のホームの外側にも何やら使われていない線路があります。これは貨物の取り扱いがあった名残で、昔はもうちょっと規模が大きい駅だったようですね。向こうに見える小高い丘のようなものは丹野輪二三在古墳という宮内庁管理の前方後円墳です。古墳に面した駅というのもこの駅の面白いポイントですね。さて駅の外に出てきました。駅舎の外観はこんな感じで、観光地仕様のレトロな洋風駅舎が残っています。
この駅舎は1925年、大正14年に建設されたもので、現在は黒い屋根ですが、以前は赤っぽい色でした。中央部分は時計塔になっていましたが、残念ながら時計は撤去されています。この輪の字の上のあたりの四角い空間に時計があったようです。このように、遊園地の最寄り駅にふさわしいメルヘンチックな駅舎ですが、窓口はシャッターが降りたままの状態。丹の輪駅は2012年から無人駅となっています。豪華な駅舎に対し、自動改札機はわずか2台。その横には有人改札の跡が残っていました。観光客で賑わっていた頃に使われていたのでしょう。無人駅特有の簡易的な乗車駅証明書が哀愁を誘います。観光拠点の駅としてこんな豪華な駅舎まで作られたのに、なぜここまで衰退してしまったのでしょうか。それは戦後になってから、観光開発の中心が三崎公園に移転したのが一番の原因のようです。三崎公園駅の開業は昭和に入ってから、1938年、昭和13年に大阪ゴルフクラブへのアクセス駅として設けられました。開業当時の駅名は南丹の輪駅。丹の輪駅よりも格下のような駅名だったんですね。丹の輪村の古くからの集落があるのは丹の輪駅周辺であり、南丹の輪駅は町外れの駅でしたが、後に南海棚川線が開通すると分岐駅になるなど、次第に地位が高まっていき、三崎町の代表駅となりました。そして1957年、昭和32年に南海が三崎公園を開園すると、南丹の輪駅はアクセス駅として三崎公園駅に改称されました。三崎公園は遊園地、動物園、水族館などを擁し、開園当時から西日本最古のジェットコースターが設置されるなど、複合型レジャー施設としてにぎわいました。その一方で、丹の輪遊園は三崎公園にとって代わられ、いつの間にか南海が運営から撤退していたようです。また、丹の輪、洲本航路も、約 3.2 キロ西に新たに開設された府家港に移転となり、淡路島への玄関口としての機能も失いました。その府家港も2001年を最後に定期航路が全て廃止されていて、三崎公園も2020年に南海が撤退した現状を見ると、時の流れは残酷だと感じますね。さて、それでは丹の輪遊園は南海が撤退した後、どうなったのかと言いますと、実は三崎町の管理で現在もひっそりと存続しています。地図を見ると、丹の輪駅の北側に確かに丹の輪遊園なるものの存在が確認できますね。丹の輪は現在もバリバリ観光地であり、泉州地域ではそれなりの知名度があるはずです。ただ、南海の手が離れたことで宣伝されなくなったので、ローカルな知名度にとどまっているといったところでしょう。駅舎の左側に目を向けると、このような歓迎の門が立っていて、確かに観光の街なんだと実感させられます。それにしてもこの門、かなり古そうですね。よく見ると右側の柱がずれ落ちています。門の裏側には、またのお越しをお待ちいたしております。柱には丹の輪観光協会と書いてありましたが、ネットで検索してもそのような団体は出てこないので、おそらく今はもう存在しないのでしょう。そしてここに、色あせたツツジの花の絵が描かれています。丹の輪遊園はツツジの名所であり、これが大正時代に南海の観光開発で植えられた時から、今に続くものとなっています。ちょうどツツジの見頃の時期に合わせてきたので、絶景に期待を膨らませながら、丹の輪遊園に向かっていきましょう。駅前からしばらく進むと、上り坂になってきました。丹の輪遊園は、愛宕山という丘の上にあり、軽くハイキングすることになります。坂を登っていくと、だんだん道が狭くなってきて、途中から未舗装になりました。荒廃した雰囲気で、本当にこんなところに遊園なんてあるのかと不安になってきます。途中で昔の駅によくあるようなタイプのベンチがありました。観光客向けに設置されたものでしょうか。ここで道が分岐、ツツジ山の案内が出てきました。行き止まりまで親切に案内してくれています。この辺からツツジの花が増えてきましたが、こんなのは序章に過ぎません。また案内がありました。この細い道がツツジ山、すなわち丹の輪遊園の入り口のようです。おそらく昔は左の建物がなく、もっと開けたところだったのではないかと推測します。草ぼうぼうの獣道のようなところを突き進んでいきます。しばらく進むと奥に大阪湾が見えてきて、広場のようなところに出ました。どうやらこの辺が丹の輪遊園のようです。ベンチがたくさん設置されていましたが、どれもかなり古そうで、このベンチなんか足の高さがおかしなことになっています。
長い年月を経て地面が削られたのでしょう。こちらのベンチはなぜか真ん中2つだけ外されていて、ソーシャルディスタンス仕様になっていました。この広場の手前から分岐する道があり、慶雲橋という手書きのような案内があるので、進んでみましょう。少し進むと、いい感じの赤い橋が見えてきました。どうやらこれが慶雲橋で、丹の輪遊園の一番の絶景ポイントになっているようです。橋を渡る前からすでに綺麗な景色ですが、早速渡ってみましょう。これが丹の輪遊園のハイライト。谷の両側にツツジの花、中央の切れ目の奥には大阪湾。素晴らしい景色ではありませんか。大正時代に南海の観光開発で植えられたツツジは3万本とも5万本とも言われています。前世紀にはツツジ人形という枚方菊人形のツツジバージョンみたいなイベントが開催され、丹の輪駅から丹の輪遊園まで行列ができるほどにぎわっていたといいます。三崎公園の開園後はツツジ人形の会場も三崎公園に移されたようです。一方で丹の輪遊園は活気を失ったものの、ツツジ園はひっそりと存続。こんなに素晴らしい景色なのに観光客は少なく、あまり知られていないのがもったいないと感じますね。今度は丹の輪遊園の展望台にやってきました。ここからは大阪湾が一望できます。奥の方に見える高いビルがあるところが臨空タウン。そこから左に目線を向けると関西国際空港が見えます。丹の輪遊園の敷地は広く、このような開けた場所がいくつかあり、昔は何らかの施設があった跡ではないかと推測します。かつての丹の輪遊園にはビアホールや人工の滝、さらには本物の客車を使った汽車ホテルなるものまであったそうです。南海の前身にあたる阪海鉄道はドイツやイギリスから輸入した汽車を使っていましたが、その後役目を終えた客車が丹の輪遊園で宿泊施設として利用されたのでした。また昭和初期には丹の輪温泉という温泉施設もあったといいます。丹の輪遊園を後にして行きとは別の坂道を下っていくと竜宮館という旅館が現れました。かなり歴史のありそうな建物ですが、これが明治37年の開業。まさに西村天秀氏が大阪朝日新聞に丹の輪を称賛する記事を掲載した翌年であり、丹の輪が景勝地として注目され始めたのに合わせて開業した旅館が現役で営業を続けているわけです。さて今度は海の方にやってきました。ご覧の通り美しい砂浜が広がっています。ここは丹の輪ときめきビーチの愛称で親しまれ、夏には大阪府内では数少ない海水浴場としてにぎわいます。ここも西村天秀氏の記事が出た翌年の明治37年に前身となる海水浴場が開設されたのがルーツとなっているそうです。この年が丹の輪にとって大きなターニングポイントであったことがわかりますね。海はそこまで透き通って見えるほど透明度が高く、ここが大阪湾とは思えません。穏やかな波に癒されました。砂浜の横には何やら海に浮かぶ謎の建物があります。これは大阪府立青少年海洋センター。青少年を対象にヨットやカヌーなどの体験ができる施設となっています。ちなみに私も小学生の頃に臨海学校で来たことがあります。あとこの建物は人気漫画ワールドトリガーのボーダー玉駒支部のモデルとも言われているそうです。丘の方に目を向けると船のような形をした変な建物がありますが、これも青少年海洋センターの施設でマリンモッチ海風館という宿泊施設となっています。臨海学校で来た時はここで泊まりましたが、とても豪華で綺麗な部屋だった記憶があります。こちらの案内板に丹の輪駅のイラストがありましたが、屋根が赤くなっています。昔は赤い屋根だった名残ですね。海洋センターの隣には丹の輪ヨットハーバーがあります。ヨットを眺めながら海岸沿いを歩くだけでも気持ちいいですね。ヨットハーバーを取り囲むように長い防波堤があり、釣りスポットになっているようです。海の向こうには淡路島が見えます。先ほどもお話しした通り、かつては丹の輪から淡路島の洲本まで航路が運航されていました。防波堤の先端には何やら変わった形の真っ赤な灯台が立っています。これは1997年の第52回国民体育大会、通称波早国体のヨットレース会場になったことを記念して、ヨットの方をイメージしたデザインになったそうです。個人的にはヨットというよりもスパイダーマンに見えましたね。このように丹の輪は昔ほどの賑わいはなくなりましたが、現在もしっかり海浜リゾート地であることが分かりました。あまり混雑もせず、大阪の穴場絶景スポットだと思いますので、一度訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、
今回はかつて遊園地の玄関口としてにぎわった無人駅、丹の輪駅のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。